もう私がこの列車に乗って何時間が経つのだろう。浅い眠りについては目を覚ますのを繰り返していたら、正確な時間がわからなくなってしまった。少なくとも私の人生で最も長く列車に乗っていることは確かなんだけど、ぼんやりと外を眺めながら、私はここ最近あったことを思い返してみた。バレながらよくわからないうちにここに来てしまった。2週間ほど前、私は我が家の家計を助けるためにお給料に引かれて家の近くの基地の求人に応募した。もちろん軍人さんになるためじゃなくて、食事作りと施設の掃除担当として。いろんな検査や面接を受けてようやく迎えた初仕事の日、私は基地の一番偉い人からかなり慌てた様子で封筒を持って首都に行くように言われた。何が何だかさっぱりわからない状況だったけど、手当も出ると聞いて旅行気分でその仕事を引き受けた。正直に言って私は主にお尻の痛みでこの仕事を引き受けたことを後悔していた。もちろん帰りも同じだけ列車に乗るわけだし、そんなことを考えながらぼんやりと景色を眺めていると、車掌さんが切符を確認するためにやってきた。車掌さんの話によると、あと1時間もすれば目的地の首都に到着するらしい。もう一眠りすれば目的地だ。私は目をつむり何も考えないようにした。ちょっとヘルトシステムの挙動に違和感があるんだけど、念のためチェックをしても大丈夫？了解。後ろから見ているわ。始めて。まずはスロットルから。確認完了。問題なさそうね。次は視点の確認。具合はどう？問題があれば手動調整をお願い。問題なさそう。了解。並走の切り替えも問題なく行える。ええ、大丈夫。基本挙動に問題はなし。それじゃあ作戦に入るわ。そのまま巡航を続けて。ん？この反応。ミサイルの発射を確認。アウトレンジから撃ってきているわ。私の方でも確認した。散開して回避行動へ移行する。各機、あれは敵よ。各自任意に攻勢を開始して。かなりの数ね。並走の挙動は問題なし。攻撃を開始するわ。変態とはレベルが違うわ。第2波の出現を確認。相当な数よ。
況でまずいわね。残像エネルギー量はそろそろ限界に近づいてる。私が不思議な夢から目覚めると、すでに列車は首都の駅に着いていた。あの夢は何だったんだろう。今まで見たこともない夢だった。車掌さんから見送られてホームに降りると、私は迎えの人を探した。それらしき人は見当たらない。どうしようか考えていると、後ろから声をかけられた。私が振り向くと、そこには軍服を着た大柄な男性が立っていた。それが長い付き合いになる連邦共和国空軍中佐ルドルフ・デッドマンとの出会いだった。一通りの挨拶を済ませると、ルドルフさんは私を軍の施設へと案内した。そこで私はルドルフさんの口から衝撃的な話を聞かされた。世界は今、ブランカーという存在によって、この前までの戦争とは比較にならないほど深刻な状況になっていること、フロイラインという存在だけがブランカーと戦うことができる可能性があること。しかしフロイラインは誰でもなれるわけではなく、非常に稀な適性が必要であること。そして私はフロイライン適性が非常に高いこと。ルドルフさんの話は納得はできるが、理解が追いつかないほど突飛な話に聞こえた。だけどそれは事実だった。全てを説明した上で、ルドルフさんは私にフロイラインになるかと聞いてきた。私は家族のことや友人のこと、自分の未来、命のことなどをいろいろ考えて結論を出した。私はこの瞬間に、どこにでもいる普通の田舎娘から、命を懸けて空を飛ぶ軍人、連邦共和国空軍特別飛行軍曹フロイラインクラーラ・エルンストになった。You better get it together, Fly Line Academy Station.
握りしめ悟空を一人見つめている。私は今ここにいる。翼広げ舞うために、戦士は扉開くため、クラフトケビンネ鋼の翼に好みを預けて、強力の手綱に鼓動を上げ、今羽ばたけ漆黒の空へ。闇が喰らうホムを越えて、機械の翼は今日は勝つ希望の剣、決して揺るがぬこの覚悟握りしめて、たとえ絶望がこの空を私は首都の軍事施設から自分が所属する部隊アーベント・フリューゲルの基地へと移動した。その間ルドルフさんから軍隊のことをいろいろと聞いた。その中であった家族のような部隊という言葉がひときわ私の頭に残った。基地に到着するとルドルフさんが一通り基地の案内をしてくれた。基地はとても開放的で何でも揃っていて、とても過ごしやすそうだと感じていた。この時まではしばらくして私はルドルフさんの執務室に通された。ここで私は彼女エーリカ・レールツァーと出会ったのだ。彼女は私がフロイラインになることは反対だとはっきりと理由を添えてルドルフさんに言った。私は彼女が苦手なタイプだと直感的に思った。彼女の言葉には遠慮がなかった。言っていることは正しいかもしれないけど、言い方ってものがあると強く思った。それに彼女の言ったことは私自身自覚している。しかし彼女の言葉は私の心に火をつけた。彼女をギャフンと言わせるためにこれからの生活に気合が入ったのだ。私がこの基地に来てから1週間が経った。慣れないことの連続で私はかなり疲れを感じていた。さらにエーリカとの折り合いはやっぱり悪くて、そのことも私の疲れを増加させている気がした。そんなある日、私はエーリカと一緒にルドルフさんの執務室に呼び出された。そこで私は初めての任務を伝えられた。絶対に生きて帰ってこいという言葉とともに。敵を目視で確認。迎撃態勢に入る。行けるわね。準備は大丈夫ねえ。ぼーっとしてると真っ先に落ちるわ。
本当に大丈夫なの？うん、大丈夫よ。何度も訓練をしてきたし。そんなの当然よ。訓練の通りに動いてくれないと困る。ああ、もうまた始まった。いいよ、帰るまでは寮機でいてもらわないと困るわ。不安なら私から距離を取って援護をお願い。うるさい、行くよ。最後の一気に集中して。主要目標の対処。まず西から別の飛行編隊が出現。こんな田舎の基地周辺にこの数。まだ出てくるの？エネルギー残量は問題ない。問題なさそうだけど。注意して、敵にフロイラインも混じっている。動きが速い。問題ないわ。私たちのヘルタシステムは十分対抗できる。危なくなったら距離を取って体勢を立て直すのに。敵フロイライン撃墜。次よ。ご苦労様。ようやく終わった。どう？私だってやれば。あれぐらいの相手なら私一人で十分だったわね。それにそんな震え声じゃもう限界でしょ。祈祷するわ。任務が終わった。私は無事帰還した。まだ体が震えているような変な感じがある。任務は確かに成功した。私と彼女は怪我をすることもなく基地に帰ることができた。ルドルフさんへの報告で私は訓練のように行動ができなかったと伝えた。ルドルフさんは笑いながら、みんなそんなもんだし、成果を出して生還したのだから十分だ、と言ってくれた。しかし、私は全く満足することができなかった。エーリカとの実力の違いを、はっきりと見せられてしまったから。私は以前彼女、クラーラ・エルンストをフロイラインにするべきではないと隊長に進言した。しかし今日の任務での動きを見ると、私の見立ては間違っていたのかもしれない。私は隊長に今日の報告と彼女の動きを聞かれ、しっかりとしたものだったと答えた。まだまだ足りない部分はもちろんあるが、基本的な動きはしっかりとしたものだったからだ。とはいえ、彼女の普段の言動からは軍人としての決意や素養に大きく欠けていると思うのだ。
少なくとも私が幼い頃から関わってきた軍人や軍という組織とは大きく異なっている。私は彼女をまだ領旗として認めてはいない。私がこの空軍基地に来てから約1ヶ月が経ち、ようやく軍での生活に慣れてきた。しかしエーリカとの折り合いの悪さは相変わらずで、細かい部分でイライラする生活が続いていた。そんなある日、私は些細なことでエーリカと言い争いをしてしまった。ちょうどそのタイミングでルドルフさんがその場に現れ、場の取りなしをした。そして同じタイミングであることを私たちに伝えた。それはこの部隊に新しいメンバーが加わることと、その歓迎会を彼女と行ってほしいということだった。正直に言って全く気は進まなかったけど、ルドルフさんの命令であれば従うしかない。その日から私たちの戦いが始まった。最初はそれこそ歓迎会の内容や予算のことで私たちはいろいろとぶつかった。しかし普段の任務ではない共通の目的ができると、さまざまな面で話す回数が格段に増えた。それに伴って彼女のものの考え方や人となりが少しずつ分かってきた。そのうちだんだんとエーリカの言動が柔らかくなったようにも感じられた。気がつくと私がエーリカに対してイラつくことがなくなっていた。そして歓迎会の準備も進み、本番まであと数日というところでルドルフさんから呼び出された私たち。その場でルドルフさんは次の作戦を伝えた。しかも間が悪いことに、作戦は歓迎会の前日だった。作戦通り、哨戒飛行中の敵機に遭遇したらスクランブラーを使用するわ。うまくいけば作戦中は敵の通信を全て妨害できるわ。だけど負担が大きいからそんなに長く持たないわ。本体と連絡がつく前に敵を破壊して、哨戒飛行中の敵機を確認。任せたわ。スクランブラーを使用。これでいくわ。ここはこれよ。付近の敵を一掃。スクランブル解除。いい具合よ。その調子で次も頼む。付近の敵を一掃。スクランブル解除。いい具合よ。その調子で次も頼むわ。デバイン、敵を叩き落として、攻撃対象に撃墜を確認。敵機の撃破を確認。残存ターゲットなし。でもまだ終わりじゃないわ。
まだいるようね。お願いできる。さすがクラウン。敵機の撃破を確認。攻撃対象の撃墜を確認。ここは片付いた。上出来よ。前後で挟んできてる。攻撃対象の撃墜を確認し、もうじき終わりね。見えた。ターゲットを目視で確認。ここからが本番よ。ターゲットの周りを飛行して発砲を出す。それ迎撃機に対応ね。申し訳ないけど私は何もできない。
戦闘員が振られた。